ちょっ、こんにちは、豊さん。はい、この動画でもたびたび小林選手トレードのキーワード またやんのお前お前ちょっと言われるから再生回数稼いでる、違う小林で稼ぐなって。違いますよ。でも、もう去年から、まあ、ずっと言われてたじゃないですか。でもやっぱりファンの中では、いや小林選手はやっぱり巨人だと。ですが今度こそ本当にやばいんじゃないかという記事が、まあ、常、まあ、上ってるんですよ。小林選手今2軍やるの？本当にやります？言っちゃうもうこれ聞きたかったんです。あ、そう、あのね、どうですか？危ないこれはね、今度こそ、うん、今度こそ危ない。これは何でかというと、はい、原監督の中で先発はね、ある程度ゲームを作れたらいいと、はい、中継ぎには自信があるんだというふうに思ってたはずなんだよ、はい、崩壊してきたよ。今崩壊中ですね。ちょっと危ないよな、はい、立て直さないと、はい、たとえ良くなったとしても長続きは何かしそうもないよ。そうですよね、うん、そしたらいいピッチャーがいる、うん、俺が思ったのは、はい、中継ぎ陣が打たれ出して危ないと思ったのが小林だったの。すぐ頭に来たの。あ、もう、あ、危ないって。ちょ、これはトレードだ。危ないじゃなくて小林選手が危ないと。小林好きだから。そうですね、そうなんですよ。小林選手好きですもんね。だからジャイアンツのユニフォームが似合うのよ。そうですよね。でイケメンランキングでも必ずトップクラスに入ってくるわけ。いや、そうなんですよ。そうだろ。そうなんです。いや、なんか危ないな。今度こそちょっと危ない危ない。あの、ま、去年危ない去年沢村投手が、ま、ロッテとトレードしたじゃないですか。その時もずっと2軍だって、あと3軍だったじゃないですか、うん、なんかその時と状況がちょっとなんか今似つつあるのかなっていう。まあ似てるかどうかっていうと、はい、まあちょっとわからないけど、はい、まあ2軍戦もね、たまに俺見たりとかして、はい、小林かぶってない時あるんだよ2軍戦でも、ね、うん、まあまあ若手のね、はい、こう積極的に使い、はい、まあ大事なところ小林行ったりだとか、はい、やっぱジャイアンツのこと考えると大城打てるけど、大城が打てなかったらキャッチャーとしてじゃあ成立してるかっていうとさ、はい、まだそこまで信頼はしてないよね、うん、だから隅谷を使うケースっていうのがちょっと増えてきてて、はい、そしたら俺は小林は絶対いるなっていうふうに思ってるんだけどさ、はい、ここまで上げないっていうことは俺は探してんのかなと思うよね。そのトレードのいわゆる相手を、うん、で相手も探してるし、あんまりいいピッチャーって出しにくいんだよ、はい、他の球団も、うん、でも小林クラスだったらいいピッチャーと変えれるよね。一つ記事に出てたのが、その楽天の牧田投手の名前がちょっと上がってたんですよ。これはどうなんだろうって、まあ、信憑性というかどうなんですか。いや、俺はこれ牧田に申し訳ないけど、はい、小林の方がもったいない。あ、それはこれなんでかっていうと、はい、いい左バッターたくさんいるセ・リーグに、うん、だから打たれる可能性がある。これはね、オープン戦でも交流戦でもさ、中畑監督の時に、はい、まあ、西武とやった時に牧田は打ってるんだよ。あ、そうなんですね。どうだって左バッターに聞くとテンポも速いし投げてくるボールも速いですけど、でもボールは見やすいですって言ってた。あ、じゃあ使う。でもその時の力と今の力じゃ今の方が落ちてるでしょ、はい、でキャッチャーっていうのは長持ちするから、うんうん、で小林体強いし、はい、だから俺はなんか牧田だったらもったいないような気がする。あ、じゃあ他の中継ぎのピッチャーどこかの球団とパ・リーグありますか。ロッテはさ、田村が故障してんだよな。はい、うん、で盗塁バンバンされるでしょ。あの佐藤も自分たちもするくせにねえ、あのしのぎ方知らねえって言って、なんか不思議ですけど、ね、バンバン行かれるから、佐々木朗希とか。あの西武戦ですよね。まあまあ、あれだけ大きなホームだったらなかなかキャッチャーもさせないけどさ、はい、投げてるボールもさ、はい、キャッチャーがセカンドに、うん、まあ褒められたもんじゃないよね、うん、だから、はい、まあ、ロッテ、楽天、はい、あたりはやっぱキャッチャーが欲しいかなって。じゃあもしかするとそのあたりのピッチャーを巨人サイドはちょっと探ってるリスク。ああ、探ってる探ってる。まあ中継ぎでってことですね。デラロサ帰ってもう交流戦ぐらい。いや、先発でもいいんだよ。あ、足りてないからってことですか。まあ、いや、先発のやつを中に入れればいいだけ。まあ例えばの話、はい、畑を先発で使ってるけど、いい先発ピッチャーがもっと来たら、うん、そいつを先発させて畑を中に入れても。あ、そうですよね。畑っていうのはその立ち上がり悪いピッチャーじゃないから、はい、
だからリリーフも多分投げれると思うよ。じゃあもう先発中でもどっちでもいいってことですよね。つまりピッチャーだったらいいピッチャーだろ、その代わり。いや使えるピッチャーだよ。まあいいピッチャーっていうのはまあおそらく森藤の中で、はい、10勝っていうことを言うと出さないですよ、ね、そろばん勘定してるだろうけど、はい、まあそれはもちろんそのぐらいのピッチャーと変えるだけの小林は価値ある、はい、そうですよね、まあ、そうですよね。ただ中継ぎでも勝ち星はともかくとして、まあ、大体の球が150キロを超えて自滅型じゃないという、はい、そういうキャッチャーをあのピッチャーと交換できると可能性は出てくるよね。そうですよね、うん、ただやっぱそういうピッチャーを出すチーム相当だから小林余裕があるということ、ね、ということですよね。ピッチャー陣にオリックスも余裕があるけどキャッチャーいらないんだよ。いますもんね。いや頓宮とかさ伏見とかさ、はい、若月もこの前良かったしな。揃ってるから。いや揃ってるんだよ。だからそれはいらないって、ピッチャー出すぐらい小林取るんだったらいらないって言われるし、はい、でもキャッチャー田村が故障してる、はい、まあ治ったらどうなのかっていうことだけど、はい、まあ小林も欲しいと思う。そうですよね、うん、楽天側が。で楽天太田が伸びてきてるけど、はい、でもまだキャリアからするとねやっぱ小林の方が上だし、うんうん、まあ、どっちみち打たないっていうんだったら小林の方がいいよね。そ、まあ、そうですよね。本当本当そのリードだったり守る面でも。そうそう。で日本ハムもいないんだよ。ああ、じゃあハムも可能性が取れる。でも日本ハム変えるピッチャーがいないんだよ。もう日本ハムはそれほど今苦しい状況ですよね。いやもう出したら崩壊しちゃうからピッチャー陣出せないですよね。あ、じゃあ可能性が薄いのか。もうやけくそで清宮と変えたらどうやって。ちょっと待ってください。 でも逆にそれぞれいいかもしれないですよね。いやだけどピッチャーが欲しいんだから。あ、そうか、そうか。清宮選手は清宮ピッチャーやらすわけにいかないからさ。それは巨人側がそうですもんね。だからそうだな、絶対セットパーですよね。セットセはしないですよね。いやキャッチャーだし、シーズン中はしない、うん、やっぱサインが全部わかってるからですよね。だから交流戦の前にやるんじゃないかって、交流戦後だな多分。5ですかね。交流戦中はないですか。さすがに交流戦中にサインを変えなきゃいけなくなるんだ巨人が。あー、そっか。キャッチャー全部知ってるから本当にもうコンピューターをこう預けるみたいな感じだから。それはまずいですね。まずいだろ、はい、だから交流戦も戦えない時は別にパリーグで戦っててセリーグだったらサインを変える必要はないけど、はい、小林がゲロすることもないでしょ。そのまあないと思います。そうでしょ、はい、うん、いやだから俺は交流戦後、それかジャイアンツと楽天が戦ってその後、あ、交流戦でその2チームが戦った後、うんうん、だからこれはやっぱこうきな臭い匂いがするよね。そうですよね。ちょっと本当にずっと上がってきてないですし、これじゃあ逆に小林選手がトレードされずに残る手段は、これは小林選手はもうバッティングを良くするしかないってことですか。もうバッティング良くなんないよ急激に。だから中継ぎ陣が安定してくれて祈るしかないよ。もう他力本願なんだよ。他力本願なんだよ。だからもうそれしょうがないよ。そりゃね、うん、今までバッティング苦しんでてあれだけ打てなくて、はい、急に打てたらまあびっくりしちゃうよ、まあ、こっちが覚醒とかないですもんね。何やったんだって思うよね。そうですよね。小林のさ心痛いところはさ、はい、まあピッチャー陣頑張ってくれと、うん、それを受け入れない辛さがあるよね。自分がリードして打たれて、はい、ね、それでトレードなされるって言うんだったら別にいいけど、はい、他力本願で頑張ってくれって言ってて自分がリードもできない、そうなるのは辛いよ。それだったらば活躍できるところにやっぱり行った方が、ああ、そりゃそうだよ。選手の気持ちとしてはどうですか。もう全然いいよ。そうですね、今はさ、昔はね、巨人の金看板あったけど、はい、まあ、今もあるよ、巨人の金看板、阪神の金看板ってあると思うけど、はい、プレイヤーとして表現できないっていうのはさ、はい、やっぱ辛いことだよ、うん、アナウンス、ね、うん、はい、人の見てて、予備でずっと座ってるの、辛くない？辛いですね。だったら、例えば、もう痰が絡んでしょうがなくなるだろ。次、会ってた時出ないと思います。そうだろ、ってなっちゃう。噛みまくりとかな。例えば違う番組でもいいから、もうちょっとした、もう3分ニュースでもいいから、ね、3分クッキングでもいいから、いいから出てた方がやっぱりそのモチベーションになるでしょ。モチベーションもだし、試合感というか本番感っていうんですか、うん、アナウンサーのそれも保てるので、そうだよな、いいです。ということはやっぱ小林選手もずっと今ので、原監督って
殺しにするタイプなんですか？タイプじゃないじゃないですか、うん、選手のことをすごく考えてると思うので、やっぱりそのあたりはやっぱりいろいろ考えてるでしょうかね。あ、考えてる。ただ俺が思うのは、はい、小林を出したらバランスが崩る。え、崩れますか、うん、扇の要のバランスが崩る。それはたとえ一軍にいなくてもですか、うん、小林が下にいるから一生懸命やるんだから、上の人間は。安心感というか、小林がいなくなったらもう落ちる確率がもうドーンと低くなるから。それ言われると怖くて出せませんね、トレードに。だから俺は小林は出しちゃいけないって思うけど、はい、もう本当にいいピッチャーが来るんだったら危ないって言って。わかりました。はい。